どうもあのギネスブックってあるじゃないですか。ありますね、その世界記録載ってる、世界記録載ってる、最近買いまして、あ、いいね。でこう見てたらね、あのめちゃくちゃ種類あるんですよ、何万ってね。あ、たくさんあるね、世界記録があって。でもこんだけあるんだったら、うん、そう1個ぐらい俺でもその更新できる記録があるんじゃないかなと思いまして。あ、確かにね、1個ぐらいできそうな感じ。そうそうそう、でいろいろ見てたら、うん、あ、1個これいけそうだなっていうのをちょっと発見しまして。お、あったの。何、あの世界一高い身長っていう部分もない。絶対無理だろ身長は絶対に無理だろ。いや、マジでそう言ってないのを今打ちながらどんな秘策、どんな秘策を思いついて。これ一撃でいける方を見つけたんですよ。聞くよ、聞くよ。まあ、まず僕の身長が173センチ、まあ、平均的な身長なんですけど、世界記録がね、2m72cm。 めっちゃでけえじゃん絶対無理だよ。 1m あればその記録更新できるわけです。 1m 伸ばすってことで。そうそうそう、これ一撃でもう超える方法があって、あの頭にこう手術して 1m のシリコンを埋め込もうと。何やってんのそれ絶対無理に決まってんだろ。いやいや、そんなことない。頭に 1m って考えられないだろ。いやいや、だって昔ね、あの舞の海っていうお相撲さんが、その相撲のね、新弟子検査とかプロになる試験を身長制限が足りなかったから、あの3センチのね、このシリコンを頭皮に埋め込んで、あの審査が通ったっていう前例ありますから。1メートルだね3センチぐらいだったらなんとかなるかもしれないけど、1メートル絶対無理。いやいや、でも豊胸手術だってさ、めちゃくちゃ行くとこまで行ってんじゃん。いや、まあ、めちゃくちゃ行ってるよ、ね、でもやってないだけで、やろうと思って頭もこれ1メートルね、余裕でいけると思うんですよ。いけるかな。いけるいける。じゃあ一撃っすよ。でも100歩っていいよじゃあ、うん、じゃあ1メートル入れるとするよ。入れますよ。でも日常生活めちゃめちゃめんどくさいだもん。まあね、支障めちゃくちゃあるぞ。まあだからもうシャンプーは正直諦めようと思う。他にもあるだろシャンプー以外はあるだろ。一歩目じゃねえよ絶対ガチの二頭身って言われちゃうんです。ちょっとやだけど そこはもう覚悟の上ですいいだろそんなの。いやいや、だからでそれにね、あのシリコンって今一回入れてもね、あの簡単に取れないんですよ頭。あ、取れるんだ。だから前のみもだってあれ今ないですから。あ、そうなんだ。そうそうそう。でせっかくだから、うん、この余ったシリコンは、うん、その才能はあるけど、うん、身長が足りてない、うん、こう若い力士の卵たちにちょっとずつ分け与えてシリコンでアンパンマンみたいなことアンパンマンやだって。知らねえよ呼び名なんでもいいよこれ。それでもう日本中回ってさ、あの頭にシリコン入れたら力士だけの相撲部屋決まっこう。どんな夢なの何を抱いてるの。シリコン親方ですよ。いいよだから名前は。名前こだわるな。そうなったら頭にシリコン入れた力士が世界一多い相撲部屋っていうギネスブック2個いけます。いらねえよ。